ギャラクシャカーボン。このラケットの弾みと板の硬さ、打球感をレビューします。このラケットは木材7枚合板プラスカーボンが入っています。トップギア、トップ選手用に作られたブレードです。メイドインスウェーデン、スウェーデン製です。八坂のトップギア。弾みはファースト、かなりよく弾みます。少しの力で、ほんの少しの力でボールが飛んでいきます。少し力を入れると普通のラケットよりも飛距離が出ます。あとは打球感はカーボンが入っていて、カーボンの硬さがあるのですが、この木材が柔らかく、木の打球感の部分は柔らかく、カーボンは硬めで、ミドルからややハードぐらいに感じました。他のカーボンラケットよりも柔らかめ、あとはボールに回転をかけやすい感じがしました。おそらくこの木材の柔らかさが出てボールを少し掴んでくれるという感覚です。他のカーボンラケットと比べて飛距離がよく出る、あとはボールを掴んでくれる、回転がかけやすいという特色があります。
豆ですね、これなんか縦に板剥がれがあるかと思いきや、特に板剥がれはなく木目です。かなり弾む、ファーストぐらい弾むラケットで、回転がかけやすいので、かなり特徴的な卓球ラケットです。あまり弾まない、そんなに弾まないテンションラバーや、あんまり弾まない卓球ラバーを貼っても良いと思います。とても弾みと回転のどちらも高いレベルで、とても中級者上級者向けのラケットだと思います。初心者の方には弾みすぎてちょっとオーバーミスが増えてしまうと思います。中級者上級者の方がスピン重視のそんなに飛距離の出ないラバーを貼って使うとかなりいいと思います。あとはかなり後ろから中陣後陣から下がる方にとってとてもしっくりくる卓球ラケットだと思います。中陣後陣からドライブを打って盛り返す、攻撃していくという選手にもおすすめです。